プロの e スポーツ選手、大村市に住む竹林さんです。自宅でほぼ毎日8時間から12時間格闘ゲーム鉄拳をプレイしています。もうやっとこの時代が来てくれたんだなっていう感じですかね。諫早市生まれの竹林選手は中学2年で鉄拳を始めました。去年10月、鉄拳7のプロライセンス発行大会で優勝し、日本 e スポーツ連合からプロライセンスを付与されました。強い人ですね。今時のゲームはインターネットでの対戦が主流です。この日の対戦相手は e スポーツ大国韓国のトッププレイヤー。竹林選手は劣勢から大逆転。練習した分だけなんか強くなれるって感じなのが楽しいですね。私も無謀ながら対戦を申し込んでみました。ボロボロだ。1ラウンド目は一発もダメージを与えられず、2ラウンド目には奇跡が待っていました。触るまでこっちも結構危ないんですよ。おっしゃ、当てたんじゃないですかこれ。当たりました。おっしゃ、2回当ててますよ。よしよし。中が向きましたね。ですよね。なるほどな。週に1回はリアルスポーツを取り入れるようにしています。きついですけど、大会とかで結構体力とかいりますんで、そのための練習と思って体力づけるよう頑張る時間です。 e スポーツの中で選手を動かす上での参考になりますか？動きはならないかもしれないですね。オリンピックぐらいまで e スポーツがなるかもしれないって話はちらっと聞いてますんで、そこまで行ってもらえたらなと。金メダルを取りたいですね。